はい、こんにちは、スクルキワカメと申します。それではアイワナハブはグッド Wi-Fi ですね、続きをやっていきたいと思います。すんごいワナゲーですね。で、今までにないなんか独特なワナゲーな気がします。すんごい面白いんでね、ぜひ皆さんも遊んでみてください。またなんかロードだったな。ほう、あ、針を、あ、結構すぐ行かないとダメっぽいな。で、ここが、あ、うー、そこがアンチか。はい、ここむずくない？こ、なに？うーわ、マジか。こ、うーわ、そいつも飛んでくんのか。はい、で、こ、オッケー。で、やつが飛んでくる。ブロック、あ、うーわ、これもうダメなやつだな。急いでいかないとダメか。はい、はい、で、こ、こ、消える前に、よし。ん？あ、スイッチが出んのか。ダメじゃん。じゃあ、くそ。で、こ、そこもなの？マジか。はい、どうすりゃいいんだろうな、あれ。一回これで打って着地して、こ、あう、びっくりした。これ入ったらまた上に行っちゃうんだろうな。入らないよ、もう。アンダーコン、ではないのか。カミングスーン、セーブを建設中ってことなんですかね。はい、行こう。よし、はい、アドが、はなんか始まったな。ん？何何？これは何でもないな、多分。あれ、言っちゃダメなんだな。あう！あ、もうチーンじゃなくてさ。そう、そんでもメタモルのペナルティーに比べりゃ全然マシだ。にゃー、かわいいもんだわ。はい、あう、そこで針がぐるっと回ると、はい、こ、あう、ちょマジでか。くそ。で、うわ、ま、マジで戻った方がいいな。じゃあ、はもう2周目は来ないでしょ。で、ここもなんか来るから、はい、戻っては、びっくり、あう、うわ、もう行っちゃえばよかった、本当に。はで、こう、落ちては来ないけど、ああなると。で、ここはもう行っていいと思う。お前はセーブはアップ、ん、上、セーブできたよね、大丈夫だよね。あう、あう、またかよ。よかった、ちゃんとセーブできてる。あう、にゅっ、優しい優しい、全然。はい、またなんか飛ばされそうだな。うわお、お前が飛ぶ。あう、戻れと。変にジャンプしなければ上の針出てこないか。うーわ、ここまでは戻んなと。はい、もう何もなければ、何もなくなかった。ここまでは、ここまでは分かったけど、あれ、あ、降りようとすると出てくるのか。あー、なるほど、降りようとすると針が出てくるってことは、どうすりゃいい。フェイントで、お前なんかなんない。あ、引っ込んでくれるな。よし、何、うん、え、セーブ、セーブしよう。どういうことだ。なんだこれは。どうすりゃいいの。あ、もう、あ、よかった、セーブできてる。どういうこと。上は、君は、ん、何でもないな。え、こっちは、あ、あ、普通に進めたっぽい。進んでって、あう、進んでって良いかな。じゃあ、あう、もうね、ほんと罠ゲーはね、テンポが大事だから。いっちゃいっちゃい、いけなかった、危ね、
いやもうあうが来るから一回こっち行ってようかな。ん？あ、進展しない。やっぱこっち行かないとダメなのか。あう、待って、あぶね。で、あうが来る。おい、もう出てくる。おい、どこで来る？あう、もう来んなよ。あう、飛ぶなよ、ずれんなよ。やべ、あくそ。あの指が出てきたことで焦っちゃったけど、で右でいいのかな。こっち行ったら来るよね。で、やべ、どこまで。あう、待って、でもビームがどういう軌道を描いていくのか分かっただけでもでかいから、はい、でこう、ほら、はっ、はっ、オッケー。んで戻る、はっ、大丈夫、あぶね、オッケー。ほんでいけない。あ、よかったよかった、ようやく先に進めますね。あう、なに、はい、123。どういうことでしょう。当たっても死ぬわけじゃなさそうだな、あれ。あ、目隠しで行けよってことか。はあ、なるほど。ってことは落ちてこう。ん、何で死んだ、何で死んでんの。あ、なんか言った、あの赤い文字に当たっても死ぬ感じですかね。何、あう、下なのか。うわー、ちょっと、やめても、え、どっちが正解。下行ってみるか。死んだよ、せっかく頑張ったのに。はい、で飛んでくる、飛んでくる、はい、で今度縦に来る。はい、こっちで良さそうだけどセーブがない。何、なんか英語が出たな。死にたくセーブしたいよ、いっちゃえ。もう何もないだと。あ、え、おい、セーブをお願いします。死んで大丈夫かな。くそ、あ、よかった。何なんだこの彼らは。とりあえずスイッチを押しに行く感じでいいのかな。は、どうした、ん？何が繰り広げられてんの今。すんごいなんか城之内みたいな顎になっちゃった。あ？え？あ、撃っちゃダメだった感じこれ。何なんだ、何が起きてんだ今。え？おいおい、何が起きてんの、何これ。死んだらどっからなんだろう。こっからだな。何？ F？ え？おいおい、これで上行っていいのかな？どういうことだってばよ。あう！これでワープ。あ、戻ってきたな。なるほど。あ、彼が落ちちゃったのか、この。こいつが落ちたってことですよね。はあ、どうすりゃいいのじゃあ。あれは撃っちゃダメだったってのは分かったけど、あう、まあ、死ぬたんびにここなの。これあれやん、もうペナルティーじゃん。メタモルの早送りします。しゃあ戻ってきたぜ。どうしよう、こっちから行った方がいい。はい、え、あ、彼に当たってもダメなの。え、おい、よっしゃ戻ってはきたぜ。あぶね、もう早々に死ぬとこだった。で、そこ落ちちゃダメってことですよね。こう、お前にも当たって、あう、あ、もうちょっと。っしゃあ戻ってはきたぞ。こんで、はい、やつが落ちる。戻ってくんなよ、飛ぶなよ。はい、彼に当たり判定は大丈夫か。うわ、くそ、
はい、ここはとんでもないな本当に。ってことはこれ打ってすぐ戻れよと、こう、あそこがちょっと緩和されたな。緩和されたけどどうすんの、え、緩和はされたけどさ、どうすんでしょう、セーブになんないもんな。え、ん、どうすりゃいい、もう一個あのスイッチもやっぱ押した方がいいのかな。え、どうすりゃいいですか。ダメだな、結局こうなっちゃう。え、さあどうすりゃいいのかね、すんごい時間かかってるんですけど、まずねこいつ撃ち殺すことができました。他のやつらはねできないんですけど、だからこれであの左上のやつを撃っても彼が落ちなくなるからちゃんと進行しますね。そういうことか。なんだ、でさっきと同じ要領でじゃあやれば、これで全部、はい、これで向こう行けるようになったな、何事もなければ。はい、何事もなければ、よし。なんだ、またボス、またボスかな。ミクちゃんとかないよね、大丈夫だよね。何、エンディングでいいんだけども、なんか来た、ワンツースリーが来たな。え、あいつがボスな、おい、ん、逃げるんだよ、逃げましたね。え、マジで入っていいの。やった、しかもすんごいおしゃれ、サンキューフォープレイング、サンとキューと呼んでサンキューフォープレイングですね。あ、すごい相罠だったな。はあ、ハッピーチャイニーズニュー、いや、これは何のゲームなんだろうな。いや、すっごい面白かったっていうか、独特ですね、センスがね、罠の。はあ、なるほど。じゃあ、これで終わりであれば、タイトル画面に戻りますか。はい、というわけで、セーブデータ選択画面の方にですね、戻ってまいりました。クリア時のデス数が238回で、クリアタイムが1時間15分7秒ですね。まあ、罠のあの数にしては、意外とデス数はいってないなっていう。まあ、ことごとく罠にはかかったかなという印象ではあるんですけど、意外とデス数としてはそんなに死んでないですね。まあね、一回見ちゃうとやっぱりどこで罠、何が来るっていうのは分かっちゃうので、面白さ半減しちゃうかもしんないんですけど、ぜひね、罠ゲー好きだなっていう方には、プレイしていただきたい合罠だったと思います。まあ短編ということもあって、これで、ね、グッド Wi-Fi の方は、前編後編という形でね、完結になりますが、まだまだ他にもいろいろな合罠プレイしていきますので、ぜひこれからもお付き合いいただけますと嬉しいです。というわけで最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。よろしければ高評価ボタン、チャンネル登録していただけますと励みになります。それではまた他のシリーズでお会いしましょう。はい、バイバーイ。